1930年4月、州最高裁判所の判事に任命されたジョセフ・フォース・クレーターは、若くして欲しいものすべてを手に入れたように見えた。が、その裏には薄汚れた政治の闇にどっぷりと浸かっているという噂が。同じ年の8月6日の夜、ニューヨーク西45番街のレストランで友人と食事をした後、一人でタクシーに乗ったのを最後に姿を消した。クレーターの失踪は大々的に報道され、数多くの目撃証言が寄せられたが、現在もその消息は不明のままとなっている。クレーターはなぜ失踪してしまったのか、汚職が原因だったのか、それとも他に理由があるのか。20世紀で最も謎が多い事件とも呼ばれるクレーター失踪の衝撃の結末とは一体。はい、どうもこんにちは。二次元に肉体を持っていかれた男こと、はじげです。ということでね、久しぶりのオープニング撮ってます。皆さんお元気でしょうか。今回私、真冬の都市伝説祭り2019ということで、浦関チャンネルさん主催の YouTube イベントに参加させていただいております。今回はそのイベント動画となってまして、普段は未解決事件等を扱うことが多いのですが、今回のイベントの趣旨が都市伝説やスピリチュアルということで、今回はちょっと都市伝説に寄せたこの未解決事件を紹介したいと思います。いや、やっぱり未解決事件ですね。クレーター判事謎の失踪事件。今から約90年も前の話になるのですが、彼の失踪は偶然ではなかったのかもしれません。1889年1月5日、クレーターはペンシルベニア州イーストンに4人兄弟の長男として生を受け、何不自由ない順風な生活を送っていました。彼が学を学んだのはラファイエット大学、そしてコロンビア大学。ここで法律に関する知識を深め、またベンジャミン・ピアット・ランクルが設立したシグマ・チーまたはシグマ・カイという社会的友愛団体に所属し、慈善活動にも力を入れていました。1916年、彼が27歳の時に大学を卒業した後は懸命に働き、キャリアを積み重ね、そして強力な人脈を築き上げていきました。そして1930年の4月、彼は当時のニューヨーク州知事であった後の第32代アメリカ大統領となるフランクリン・ルーズベルトにより州最高裁判所の判事に任命されます。しかし、この人選は仕組まれたものであった可能性があるのです。いわゆる裏金。クレーターはキャリアを積んではいたものの、この時点では判事となりうる最有力候補ではありませんでした。彼は政治を牛耳る権力者たち、そして議会内で絶大な勢力を握っていた民主党の一派タマニーホールに賄賂を送ってその地位を手に入れたと噂されました。これは後にわかることになるのですが、事実、銀行の記録によると、彼は1930年4月に2万ドルを引き出したことが明らかになっています。こうして彼は築き上げた人脈、そしておそらく裏金を利用し社会的地位を獲得しました。そして自身のポジションを利用した詐欺や裏金工作をギャングと組んで行っていたという話もあります。そんな中、同年1930年の7月、メイン州で妻ステラと休暇中だった彼の元に一本の電話がかかってきます。後にステラはその時の彼の様子はただならない様子だったと言います。心配したステラがどうしたのか尋ねても彼は何も答えません。ただ奴らの肩をつける、そう言って翌日にはニューヨークへ戻っていきました。彼は自宅に戻ったものの、その後ショーガールである愛人のサリー・ルー・リッツィを連れてアトランティックシティへと向かっているのが分かっています。8月3日にはニューヨークに戻り、6日の日は1日中オフィス、個人的なファイルを整理したり書類を処分していました。そしてその日の帰り道、なぜか彼は5000ドル相当の2枚の小切手を換金し、鍵のかかったスーツケースを2個抱えて帰宅しています。そしてその日の夜、事件は起こります。彼は愛人のリッツィと弁護士のウィリアム・クレインと共にビリー・ハース・チョップハウスというレストランへ夕食に出かけました。後にクレインはこの時のことを話していますが、クレーターが何かに悩んでいたという素振りは全くなく、むしろ機嫌が良かったと言います。午後9時半には夕食が終わり、そこでクレーターと2人は別れます。クレーターはそこからタクシーで1人劇場へ向かったはずなのですが、これが彼が最後に目撃された姿となりました。それから10日間、彼の姿が見えないことについて誰も気に留めることはありませんでした。友人や仕事仲間は休暇かなんかだろう、そして妻ステラは仕事に没頭しているのだろうと。9月3日、ようやく異変に気づいたステラが警察へ行き、捜査が開始されます。事件が公になるや否や世間は大騒ぎになりました。そして集められる数多くの目撃証言、しかしそのどれもがクレーターの足取りには結びつかず、警察をただ消耗させるだけとなりました。それでも警察は唯一の証拠と言ってもいい謎が残されていることに気づきます。彼の金庫が空になり、小切手を換金した際に使用したスーツケース2つがなくなっていたのです。
犯人候補として挙げられた人物は複数いました。裏社会で関わっていたとされるギャングのジャック・レックス・ダイヤモンド、愛人のサリー・ルー・リッツィ、その他の愛人。クレーターが失踪した理由についても様々な説が生まれました。くすねた金を持って女と逃げた。汚職事件の発覚を恐れ自殺した。ギャングのダイヤモンドと仲違いして殺された。タマニーホールが糸を引く裏工作に関わり、何かのトラブルに巻き込まれた。売春婦に脅され殺された。数ある噂がなされる中、彼が失踪してから約2ヶ月経った1930年の10月、ついにクレーター失踪に関しての判決が出ます。この判決には95人の証人が招集され、975ページにも及ぶ証言が集まりました。そしてついにこの件に関しての結論が出ました。クレーターが生きているのか死んでいるのか、自発的に姿を消したのか、はたまた病気で記憶喪失になりどこかへ行ってしまったのか、犯罪に巻き込まれたのか、これら全てに関する意見の表明を保証するには証拠が不十分すぎる。簡潔に言うと、彼の失踪に関しては生死を含めその全てが闇の中ということです。それではここでクレーターの失踪に関する説について一つずつ紐解いていきましょう。まずは犯人などおらず、クレーターが自発的に姿を消したという説。愛人と逃げたであったり、汚職への関与の発覚を恐れた彼が自殺を図ったという話、これはありえないだろうとされています。それは当時この事件が大々的に取り上げられる中、どこかで新しい生活を始めるのは事実上不可能であるとの見解が出ています。次にギャングのダイヤモンドについて、彼は確かにクレーター判事とコネがあったとされています。しかし彼はクレーターの死について裁判にかけられることはありませんでした。このことについての詳細の記載は残念ながら見つかりませんでした。そして裏工作に関するトラブルに巻き込まれたという説、これは十分に考えられる説として語られています。クレーターの汚職事件への関与は公に証明されることはありませんでしたが、彼が清廉潔白とは程遠い人物であると言わざるを得ない重要な状況証拠は揃っていました。誰かにとって彼の存在が邪魔になり闇に葬られた、十分考えられます。そして最後が愛人脅迫説。クレーターはリッツィをはじめ少なくとも3人以上の愛人がいたことが明らかになっています。犯罪組織とつながりのあるショーガールのジューン・ブライスもそのうちの一人でした。妻のステラは彼女が夫を殺したのだと確信していました。ブライスはクレーターが姿を消す前日にクレーターと話をしていたことが分かっています。そしてこのブライスこそがクレーターを脅迫する計画の中心人物でした。そしてこの説を裏付けるかのように、この事件の発生以降、クレーターが関係を持っていた愛人3人のうち2人が突然街から消え、そして残る1人は殺されてしまいました。この脅迫の中心にいたとされるブライス、彼女はクレーターに関する判決が出る日に証言台に現れることなく突如として姿を消し、18年後の1948年に精神病院で発見されています。クレーターの失踪に関する説をお話ししてきましたが、結局そのどれもが決定的な証拠がなく、ついにこの事件は1979年に公式に捜査が打ち切られることとなり、以降未解決事件として扱われることとなります。しかしこれで話は終わりではないんです。それはクレーターが失踪してから70年以上経った2005年のことでした。クイーンズという場所に住むステラ・フェルッチ・グッドという91歳の女性が残した、自分が死んだら開封するようにと書かれたメモがきっかけでした。その中にはなんと、遠い昔に死んだ夫のロバート・グッドがニューヨーク市警の警官チャールズ・バーンズとその弟でタクシー運転手のフランク、この3人でクレーターを殺害し、遺体をブルックリンにあるコニーアイランドに埋めたと書かれていました。動機については全く不明ですが、少なくとも警官のバーンズはギャングと関係があったとされています。しかし手紙の中で主張されている付近一帯は1950年代に発掘された経緯があり、その時に人骨が発見されたということを示す記録は残ってなく、残念ながらその信憑性を確かめるにはあまりにも時間が経過しており、もはや不可能と言えるでしょう。クレーターが裏社会に通じていたことはほぼ間違いないと言えます。そこはギャングもタマニーホールの面々も娼婦も暗躍する闇の世界。彼は果たして闇から抜け出そうとしたのか、それとも闇に葬られてしまったのか。現在に至るまでクレーターの失踪は未解決事件となっていますが、この事件に関しては今後真相が明らかになることは限りなく低いと言えます。皆さんはクレーターの身に何が起こったと思いますか？最後にこの話に関する都市伝説的な説を一つご紹介して終わりにしましょう。実はクレーターの話にはこんな噂が存在しています。判決が出る際の一コマです。クレーターの生死に関して何らかの意見を出すには証拠不十分である。なぜなら彼がどんな人物だったのか、証言台に立った証人も友人も仕事仲間も
妻も両親さえも何も彼について思い出せなかったからである。本当に彼は過去に存在した人物なのでしょうか。彼の歴史を知るすべ、今となってはインターネットという膨大な海の中を泳ぐあまりにも頼りない文字だけなのです。信じようと信じまいと。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。